はい、皆さんこんにちは、にまです。今日はネパールの料理、桃を作って食べました。桃といえば日本だと果物のことになりますけど、ネパールだと果物じゃなくて料理です。どんな料理ですかというと、日本の餃子に似ている料理で、今日あんまり時間がなくてうまく取れてないんですけど、少しずつだけど、最初から最後までありますので、皆さんぜひ見てください。皆さん家で作ってみたいなと思ったら、家でもすぐ作れますので、簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。今日の動画をこれから皆さんに見せたいと思います。はい、動画の方にどうぞ。